はい。私こう世の中は左利きには優しくないですね。あれつかね、なんで？おろ。ヒューズ買ってきました。買い占めました。一軒目行って売ってなくて、参った。はい、続きやります。こんにちは、GB でございます。今回はこれ。はい。うるさいんす。で、これをどうにかしたいなと思ってます。マックスファンって10万ぐらいするんですよね。で、さすがにちょっとそれは手が出なくて、そこにお金をかけるならばソーラーパネルを増やしたいんですよ。安いファンも2万から3万ぐらいするんですよね。で、それもちょっと厳しい。3万あるんだったらフレキシブルのソーラーパネルを増設したいんですよ。なので今回はこのファンだけどうにか変えられないかなと思ってます。はい、それでこちら、パソコンのファンですね。はい、12センチのファンでございます。一応静音タイプというのを買いました。まあとは言ってね、これがどれぐらい静かなのかわからないんですけれども、まあさすがにこれよりは静かだと思うんですよ。もうね、これ鳴ってると本当に会話が成り立たなかったり、テレビとかアマプラ見れないんで、なのでこれを交換していきたいと思います。まあ、ちなみに、まあ、すいません、しつこくて、こう配線とかも実際こっちがどうなってるかまだ全然わからないので、まあ、このサビサビのネジを外してみて一体どうなるかっていう感じですね。はい、まあやってみようと思います。意外と簡単に回る。ああ、でも錆びてるな。ああ、とっと。そういえば、うちあまりにも貧乏すぎてですね、自宅で使うティッシュペーパーは、ボックスティッシュ、真ん中で真っ二つに切ったんですよ。それで半分にして使おうと。最初はどうかなと思ったんですけど、意外と慣れますね。鼻噛んだりするときはちょっと不便かなと思いますけど。外れた。これ割れてんな。おい、しかもなんだこれ。ん？なんだこれ。どこにあったんだこれ。まあいいか。それでですね、このキャンピングカー買うときにすごい天井綺麗だなと思って買ったんですよね。そしたら、前の天井に、このベニヤを新たに上から貼ってたんですね。まあ、作りが、こういう端っことか見たときに作りが荒かったんで、買った後にすぐ気づいたんですけど、これは出て外せばいいんだ。あ、でもここはなんか回せる。これでスイッチは取れる。はい。まさか上からってことはないしな。このネジは変な形してるけど、マイナスドライバーで大丈夫そうだ。おい。なんだこれ、どうなってんだ。あ、プラスネジがあった。ここね、よかった、力技出さなくて。もうね、一人商売ですから、もうこの世の中をですね、腕にこう物を言わせて、ブブ言わせて生きてきたわけですよ。よし、やっと生きてきたわけですよ。よし、取れた。うわ、やばい。これは掃除ですね。あれ、これまたなんか落ちてた。謎。ここか。あ、ここのネジがないから、反対側でカパカパしてたんだ。フードのネジだった。これはじゃあとりあえず後で洗います。これはなんとかなるな。おう。で、あとはこれが外れればいい。これな。今度このプロペラを外さないと、ここにネジが止まってるので、取れない。今度こそ力技か、こりゃ。こじってみますか。
で、ああでももうちょいもうちょいもうちょいだ。うん、よし取れた。でここでモーターが、おらおらおら。ちなみにこの状態でもうるさいかな。これはしゃあねえ、これはしょうがないよ、これは交換だ。よし取れた、よいしょ。まあこれがプラス、あれまたなんか逆だよこれ。配線色、黒い線にプラスが刺さってるね。とりあえず覚えとこう、よいしょ。でこれがどうつくかだよな。こうついたらダメなの？こうこう、あこれだ、これならいけるかな。あ当たっちゃうな。これか、これならいけるか。どこも干渉しないもんな、これ。よしこれでいこう。でこのままだとネジ1箇所しか止められないので、自宅に転がっていた配線隠しのこのプラスチックでこんな感じの足を作ってあげようかなと。あっていうかそもそもがこの風向きどっち？こうだよね。これパソコンの筐体のこうつけるんだから、あ違う、内側に取り込むんだ、こうか。それ確認しなきゃダメじゃんね。まあね、そんな簡単にはいかないよね。よいしょ、こっちマイナスで、あとそもそもここにプラスとマイナスの電気がきっと、あの何ボルト来てんのかっていうのを測っとかないと。これがこれマイナスだよな、ほんとわかんねえな。はい、12ボルト来てます。よいしょ、でこっちをマイナスにすれば回った。よし。よし。で、焦って、もう一個近くのジャンク屋行って買ってきちゃいましたよ。この3本ピンのやつ。こっちだったら、プラス、マイナスなんですよ。ほら。両方静か。2個つけてえな。なんなら。もともとがそんなに電気食うもんじゃないから、12ボルトで2つくっつけてもそんなに問題ないと思うんですよね。まあ、まともに動かなかったら1つにすればいいだけなんで。こんな感じ。よかろう。こんな感じ。ただちょっとここがペロンペロンしてるから、これがテロンテロンしてるんで、どうしようかな。こっちはまだ大丈夫。やっぱ補強した方がいいかな。はい、こんな感じで補強しました。これで、ガタつきはほぼないです。はい、次は配線。まず、これのプラス、これ。こっちのプラス、これ。しかし、こう世の中は左利きには優しくないですね。全然見えねえ。こっち側にも書いてほしいですよね。やろ。あ、またカバーつけるの忘れた。まあいいや。よし。これでプラス。あ、こっちマイナスか。マイナス。あれつかねえ。なんで？おろ！あれ？マジか。ニャロスケ。ああ、つかなかったと思う、つかなくなったと思ったら、3アンペアのヒューズが切れちゃってたみたいです。ショートさせたかな。
ちょっと買いに行ってきます。これ2つあっても1つが 0. いくつとかなので、2つつけてても3アンペアはいかないと思うんですけどね。はい、ヒューズ買ってきました。なんか3アンペアって3アンペアだけで売ってなくて、もうセットで、もうしょうがないからもう3つあったの買い占めました。1軒目行って売ってなくて参った。はい、続きやります。よし、動くぞ。またこれで一つヒューズボックスの場所が分かって賢くなったぞ。イエーイ、またこれで俺のキャンピングカーになったぜ。イエーイ、これでまたヒューズが飛ぶようなことがあればファンを1個に戻します。まあないと思うんだよな。1個が 0.7 いて。さて、ここの配線をどういう風にしまおうかな。こんなところに針金がありました。あ、こんなところにもありました。これでまとめちゃえばいいか。まあどうなるかと思ってジャンク屋で安いファンを買ってきて、結局2つ体制になったけど、結果的には結果オーライかこりゃ。よいしょ、本当につくよな。よし、で一つですね、重大なことを忘れてました。あの、このカバーを洗わないと、非常に汚い。これ洗ってきます。割れてたところを補強する。よし、終わりが見えてきた。で、ハンドル、ハンドルも綺麗にしたいね。これはまあ気休めだけど、ウェットティッシュで拭くぐらいでね。よいしょ、大丈夫かこれ、どうなってんだ。やばい、バキって言うな。バッ、わっ、よし、あとネジ4つか。バフ、あアロアルファつけたのに。まあいいや、もう余計に割れてもった。まあいいや、ダメだ。あ、でもこれダメだな、こんなの。どうにもならねえなこりゃ。はい、できました。こんな感じです。ちょっと見づらいですけれども、これで開けて、音はこんな感じですね。こっちの新しい方が若干ファンの力は強い気がします。音はとにかく静かになりました。はい、どんなものかという感じで蚊取り線香を用意してみました。やってみますか。わかります？はい、こんな感じです。一日がかりになっちゃうとは思わなかったな。今回も参考にはならなかったと思いますが、動画を見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。バイバイ。